こんにちは、CRD です。今日はですね、サカイのベイパーワッフルが発売されるということで、人気モデルの人気からってこともあって、今日ねめっちゃ狙ってる人多かったんじゃないかなと思うんですよね。僕もそれに漏れずということでですね、普段あんまりスニーカーめっちゃ欲しいわってしょっちゅう思ってるわけじゃないんですけども、ピンときたもんね僕は買うようにしてるんですが、今回のはピンときました。っていうのがね、ガムソールでしょ。しかもベイパーワッフル、形がねすごいもともと好きやったんですけども、しかもガムソールのね白と黒のすごい使いやすそうなカラー、僕ね持ってるスニーカーの中で結構白黒多いんですけれども、このガムソールっていうのはね持ってなくて、で今回はねこれ2色展開なんですけども、僕はこの白一点狙いで行こうかなと思うんですよね。なんせね定価がね2万2000円するんですよ。僕もそうですけども、スニーカーヘッズの人ね、みんなもう2万2000円って聞いたら割と普通やんっていう風にねもうなってしまうかもしれないんですけれども、まあ普通に考えたらちょっとやっぱね高めの値段設定かなと思うんですよね。特にジョーダンとかバッシュ系やったらちょっと高いのは分かるんですけど、カジュアルシューズ系のやつでね2万2000円っていうのはちょっと、するなーっていうところがあるんですけども、そういう理由からですね今日はもうこの白いって狙いでいきたいなと思います。今日もいつも通りねこれで、iPhone で買いたいと思います。ということでね、本日はスニーカーズチャレンジをやっていこうと思います。よろしくお願いします。僕今まで2回スニーカーズのチャレンジ動画上げたことがあるんですよ。1回目はね、サカイの LD ワッフルの黄色いやつね、アンダーカバーとのコラボのやつ、これを狙ったんですけども見事撃沈ということで買えなかったんですよね。そして2回目がですね、パテントブレッドですね、これが当たりましたということで、実物はこれなんですけれども、何回もね僕のチャンネルに登場して MV にまで出てるんですけどね、これのね購入動画をお届けした回があったんですけれども、その動画ではね見事当てれたということでね、ちょっと味しめて今日はね、ベイパーワッフル編ということで、ね、やっていきたいと思います。今回はね抽選なんですよね。で抽選にエントリーした後、僕この後用事があるんで2時間ぐらいちょっと席外そうかなと思ってるんですよ。ほんで戻ってきた時に通帳を確認するっていうね、そういう放置スタイルにしてみようかなと思うんですね。いつもかじりついてこういうの抽選のやつ見てるんですよ僕。でもなんかそれがあかんのかなと思ってね、 iPhone ってここのカメラでなんか自分の顔を認識する機能あるじゃないですか。めっちゃ都市伝説みたいな話しますけども、もしかしたらナイキのスニーカーズアプリで僕の表情を見られてて、あーって欲しそうな顔しとったらこいつやらんとこみたいになってんのかなと思ってね、まあそんなことはないと思うんですけども、単純にですね僕は2時間空けなあかんということで、抽選結果待ってられへんということでですね、後で見てみようというふうに思ってます。このね抽選のね開始まで待ってる間にちょっとした話をねしたいと思います。この前この堺のベイパーワッフルねスニパス来てたんですよ。ただ受け取れる店舗が東京のナイキラボだけやったんですよ。僕大阪なんでね到底無理な話やって、なかなかのスニパスで買えた人はラッキーやったんちゃうかなと思いますね。結局やっぱりスニパスを受け取れる土地に住んでへんかったら意味ないんですよね。先着システムが抽選システムになったとしても、根本のね受け取れる場所っていうのがねもっと多くならないと無理やと思います。そもそも店舗で受け取る意味あんのかっていうふうに思ってしまうんですけどね、地方民からすると。まあ地方言うても大阪やからまだ僕はね恵まれてるかもしれませんけどね、たまに大阪で受け取れるやつもあるから普通に発送してくれたらいいのになとは思うんですけども、まあそこはブランド戦略、やっぱりねちょっと貴重なものという、ところをね醸し出しとかんと、やっぱりナイキはねやっていけないと思いますんでね。でちなみにねこのサカイはね、あのサカイってブランド自体の名前の由来なんですけども、このデザイナーのね阿部千歳さんという方いらっしゃるんですけども、この方のですね、お名前旧姓が堺だそうなんですよね。で堺ってローマ字にすると SAKAI なんですけども、このブランド名のスペルは SACAI なんですよね。これは阿部千歳さんの旦那さんの阿部純一さんっていうね方、カラーっていうね有名なブランドの、ね、デザイナーなんですけども、このカラーっていうブランドも、元々スペル英語のね普通のスペルだったら COLOR が正しいスペルなんですけども、これもね頭文字が C から K になってますよね。この部分を夫婦のブランドでですね、お互いに C と K をテレコにしたらしいんですよ。堺のデザイナーの阿部千歳さんはもともとコムデギャルソンで働いてはったんですよ。なんですけども、出産をされたということで、それでちょっと離れてたらしいですね、ファッション業界。そんな中で、もう一度やってみたらっていうことで、旦那さんの阿部純一さんが、ブランド立ち上げてみたらっていうことで堺を始めたっていうふうなことらしいんですよね。だからそういうね素敵エピソードがあるブランドなんですよね。で堺自体のねデザインってめちゃくちゃ昔と比べて複雑になってるんですよ。昔の堺って結構シンプルなイメージだったんですけど、最近やっぱりねこのベイパーワッフル、今回のベイパーワッフルでもね分かるようにドッキングソールとかね、今だったら結構いろんなブランドやってますけども、モード系のブランドとかやったらね結構そういう奇抜なデザインあったんですけど、ナイキとコラボしてっていうスポーツブランドでこういうドッキングソール出すっていうのはかなり珍しいことやったんで、見た目的なインパクト、端が2つあるところとか、そういうところもね最近の堺の複雑なデザインを反映してるなっていうところは感じられますね。ちょっと早く始めちゃったんで少し余談したいんですけれども、アディダス最近ね僕すごい面白いなと思ってて、アディダスねもしかしたら来るかもしれないなと思ってますね今後、近いうちに。
今年っていう感じじゃないかもしれないけど、いろんな根拠があるんですけれども、変わってくる可能性はなっていうふうに僕は思ってるんですよね。で、このアディダスに関してはね、またちょっと特集したいなと思ってて、近々ね、動画にしてね、お送りしたいと思うんですけどね。まあ、そうこう言ってる間に時間がそろそろ来ますんで、準備していきたいと思います。では今からスニーカーズやっていきます。こっちね、画面出して、二元中継でやっていきます。はい、まずはスニーカーズ開いて、このね、街の時間というのも何というかな。なんかそわそわしてるの気持ちいいですよね。ちょっと読み込みが時間かかってましたけども、出ましたね。はい、これです。今日のやつ。ベイパーワッフル。もうね、これ通知受けるにしてるから、もうこの画面ずっと出しておくことによってですね、定刻になったらね、ちゃんと9時ぴったりにここのね、通知を受けるのところがね、購入できるボタンに変わるんですよ。来た来た来た。ごめんなさいね、ちょっとね、ここね、個人情報貼られてるところは見せないようにしてますね。ちょっと今日もクルクルしてますね。これ毎回なんですけども、やっぱりね、これが長いんですよ、この読み込みというか。でもね、前はこれお支払い情報のところの、セキュリティコードを入力する時点でクルクルなったんですよね。で、今回は購入ボタンを押した、時にですね、これが発生してるんで、ちょっと早い段階でクルクル起きてるんで心配ですね。なかなかクルクルが収まらないと思ってなんですけども。あ、行きましたね。はい、通りましたね。フェイス ID するときってめちゃくちゃ真顔になりますね、急に。みたいな感じで、なんか必要以上に改まってまいりますよね。エントリーできたんで、これであとは放置します。で、2時間後僕が用事終わってからこっちに来ますんで、また後で。はい、2時間経ちました。別に服変わってない、何にも変わってない、ただ単なる2時間過ぎただけの僕です。ということでね、ちょっと結果見ていきましょうか。もうね、あれなんですよ、通知来てんの分かってたんですよ。スニーカーズから1件の通知来てますわ。これが何を意味するのか。これね、通知とともにメールも来るんですけど、メールの方もまだ見てないんですよ。未開封なんですよね。だからこの通知がね、僕に何を告げてるのか僕全く分かんないんですよね。さあ見てみよう。当たってるかな。当たってたらおもろくないですか。2時間放置して勝手に当たってるってなんかかっこいいですよね。最後振り返らずに敵が爆発するのを背中で見届けるヒーローみたいな感じですよね。これが2時間放置の効果。余裕持ってる方が絶対当たるからね、こういうのは。それを今から証明します。当たってる当たってる当たってる。当たってない。落選でした。すいませんでした。そんな力なんかなかったです。2時間置いちゃダメでした。まあ人気やもんね。そうなんですよ、人気なんですよ、このベイパーは。だからね、当たらんのもね、うなずけるところなんですよね。まあ仕方ないかっていうとこですね、これは。だってね、もう本当に前評判がすごかったし、もともと今まで出てるベイパーワッフルに関してはね、もう全部すごいプレネついてるんですよね。2倍とか全然いく、2倍3倍のプレネついてたりするモデルもあるんで、まあそれはみんな狙うかという感じですね。やっぱあれかな、待ってる間にアディダスの話したじゃないですか、僕。それが良くなかったかもしれないですね。うちの焼肉屋来てるのになんで違う焼肉屋の話、あそこもうまいねみたいな話すんねんってことなのかな。そういう人結構嫌われますよね。確かにあかんわ。もうそういう話をせんとこう、これから。もう抽選の時はね、もう他社の話禁止。アディダスの時はアディダスの話。ナイキの時はナイキの話をしよう。いろんな会社のスニーカー好きっていうね、ところがあるんでね。でもナイキが一番多いんですけどね。まあ、その茶番はええとしてですね。はい。今日はもうダメでした。皆さんどうでしたかね、買いましたか。あんまり買いすぎもね、良くないなって思ってる方なんで、オンラインチャレンジするとしてもまあ、2ヶ月に1回ぐらいかな。多くても2ヶ月に1回ぐらいと思うんですけど、今日はね、ちょっと忠誠心が足らなかったですね、ナイキへの。次回髪の毛を剃ってエアマックスって言って刈り上げて、これがエアマックス狩りじゃいって言ってやりますわ。俺一人で喋ってんねんこれ。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。 CRD でした。ファーストから一目瞭然、集中しとけ両耳両目、着飾らなくてもソーフレッシュ、オーセンティーキーも証明。